政府関係者によりますと未来投資会議は安倍総理が5月に設置を表明した GDP600 兆円に向けて具体策を検討する官民会議に産業競争力会議の一部の機能を統合しますメンバーは民間からは経団連の榊原会長や日立の中西会長 DNA の難波会長など6人程度を起用し 今月下旬にも初会合を開く方向で調整しています境外化も指摘されていた産業競争力会議を発展的に解消するとともに乱立する会議をまとめる狙いもあります